餃子の羽根焼き。以下の材料をヨークまで押して羽根の生地を作ります。チルド餃子はフライパンに丸く並べて強火で焼きます。羽根の生地を流し入れて蒸し焼きにします。大きく揚げたらひっくり返してもう一度強火で焼いて完成です。パリッと美味しい羽根付き餃子に具材のボリュームを加えた美味しい一品です。これで76円。ぜひぜひ皆さんお試しください。